高井戸です。お疲れ様です。今日は2014年の3月22日です。今日なんですけども、私は地元のサッカーチームの試合を見に行きました。結果は0対1で負けちゃって、ちょっと落ち込みました。で、先週が、試合終了後に、挨拶しに来たんですけども、その時に、頑張れって元気な声をかけて励ましました。次の試合では、5-0 ぐらいで勝ってほしいですね。で、今日なんですけども、久々に、スタジアムに行きましたので、動画でも撮ろうと思って、ビデオカメラ持って行ったんですけども、で、撮影した時に、ちょっと途中で、バッテリーがちょっと切れてしまって、で、別なバッテリーを使って、まだビデオカメラを動かそうとしたんですけども、ちょっとハードディスク部分がちょっとやられちゃったんですよね。で、自分でちょっと直そうと思って、使えるかどうかってちょっと試してみたんですけども、ちょっと使えねえなと思って。試合に負けて、ビデオカメラのそのハードディスク部分がちょっとやられちゃって、取り外しはできるんですけども、ちょっとダブルでちょっとショック来ちゃった。で、新しいのビデオカメラ買おうかなと思ったんです。で、スタジアムの近くにドンキホーテがあるんですけども、ドンキホーテに行って、ちょっとビデオカメラあるかどうか見てみたら、一番安いので、9500円ぐらいで売ってたんで、結構安く買えるかなと思った。で、家に帰って、いろいろやっぱり楽天とか、アマゾンとかで調べたら、アマゾンの方なんですけども、3480円、中古なんですけども、そんな安いのがあったんですよね。で、私はその、今日まで使ってたビデオカメラなんですけども、10年前に買ったやつなんですよね。で、6万もしたんで、ずいぶん安いなと思ったんですよね。6万が3480円なんで、安いじゃんと思って。で、ハードディスクのその部品、ビデオカメラのハードディスク部品の、それも取り寄せることはできると思うんですけども、やっぱ結構な値段しちゃうじゃないですか。なので、やっぱ新しいの買っちゃおうかなと思ってます。で、新しいの買ったら、いろんなところに行って、動画撮りたいなと思いますね。あと、ブログとかで、こういうの買いましたとか、ビデオカメラ買いましたとか言って、紹介したいなと思います。今日は疲れましたね。いろんなことがあったんで。なので、ちょっと早めに寝たいなと思います。以上です。私の音声聞いてくれてありがとうございました。以上です。